ビリリカ・レグローラム・ジブライセプス・ホウジロカンムリズルは、超高ツルモク・ツルカカンムリズル属に分類される鳥。アフリカ大陸南部全長100センチメートル。額の部分に、ビロード状の密生した、羽毛、頭頂に麦わらを束ねたような関羽を持つ。頸部の羽毛は、明るい灰色で、英明に含まれる、グレーの由来になっている。和名の通り、頬の部分は白い。 しかし繁殖期になるとこの白い部分も赤く染まる。カンムルズル族の別種、カンムリズルとはあまり形態に差がないことからアシュとする説もある。本族は従来の分類とシブリーアルクイスと鳥類分類において分類上の位置に変化はない。地上湿地等に生息する。中高生で夜間は樹上で休む。草を積み上げた塚状の巣を作る。 食生は雑食で、昆虫類、節足動物、小型哺乳類、果実、種子等を食べる。地面を叩き驚いて飛び出した獲物を捕食する。バードライフ・インターナショナル、ビリリカ・レグローラム、ザ・ユー・セイエムレッド・リスト・オブ・スレッド・オン・ド・スピーシーズ2016、ET22692046A93334893、土井。 10.2305、IUCN 10.、UK、2016から3、RLTS、T2269 万2046、A9333 万4893、EN、ダウンローデッドオン03オーガスト2021。ありがとうございます。